リオです。マルソンボールです。カニマです。お願いします。あれ俺こんにちは。天の声的な。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。久々のね、はい、企画の動画ということで。あ、いいですね。ちょっと、うん、コーヒーを持参でね、遊び半分でちょっとお送りしていきたいと思うんですけれども。そうなんですね、うん、そうそう、どうしようかな、今日な。うん、違う違う。え、あれ、まるし、あれ、え、なんすか。今日、料理の鉄人の収録。チャーハン作らねえわ。誰がチームマルサーなのかな。じゃあ、マルサーのちょっと前線でしょ、はいはい、今日は。あの、マルサーは、あの、スズメバチ大事好きじゃないですか。大事好きだよね。大事好きなんですよ、本当に。大事だし好きだし、大事好きなんですよ。はい、これは間違いない。はい、あの愛が溢れすぎて、もう喋れないぐらい好きってことですね。そうです、そうです、うん、はい。で、この、そのスズメバチをできたらこういろんな方に知ってほしいなっていう。なんでかっていうと、はい、スズメバチのことを知ってれば知ってるほど刺されにくくなるっていうのは、もうこれは皆さんにもおなじみの言葉だと思うんですけど。おなじみはないですけど、はい、ただ、このスズメバチのことを知るきっかけみたいなのをはい、もっとフラットにしていきたいな。あ、今ちょっとね、あの、なんだろうな、ちょっと高嶺の花じゃないですけど。高嶺の花じゃないです。ちょっと敷居が高いじゃないですか、はい、スズメバチのことを知るって。敷居が高いっていうか、みんな怖い以上みたいな感じになっちゃってるから。落ち着けて、はい、もう歌作るしかないなと思ったんですよね。お、はい、なるほど。もうスズメバチの歌作って、はいはい、バーンっつって、スズメバチこうだっつって。あ、で、歌だったら皆さんにも伝わりやすいじゃないですか、はい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 、で、あとはもうあのキャッチーな曲をつければ、はい、もうお子さんにも分かりやすい。あ、なるほど、ね、スズメバチ対策、この曲聴けば OK みたいな。まあ、お魚天国的なことですよね。あ、そうです、そうです。魚もっと食べようっていうのを、お魚天国みたいな。もう魚を食べれば頭が良くなる、もう分かりやすいじゃないですか、はいはいはい、スズメバチに刺されたら死ぬ、分かりやすいじゃないですか。あんま死ぬは入れたらまずい。あ、じゃあ、スズメバチに刺されたら最悪死ぬ、分かりやすいじゃないですか。死ぬが結局入ってる。死ぬ確率が高いとか。ポップな感じで、うん、知識とか、あの、怖いよっていうことをちゃんと知ってもらいたい、ね、そういうことです、はい。まとめるね。まとめますよ。熱が強すぎてもう取り留めがないんだ。本当に、はい、はい、歌詞を考えていくってことですか、とりあえず。まあまあ、そうですね。はい。はい、で、まあ、何から伝えればいいかなっていう、ここがね。小田和正さんじゃない。何から伝えればいいのか。わからないまま。流れてっちゃうよ、そんなこと言ってたら。もう何年もそのまんまの時が流れてますからね。頭の中の構想ばっかりはあるんですよ。出せよ、あるだから、なんか、まあ、いくつか、なんかキーワードみたいなのを書きたい、出していくとか、例えば。あ、そうですね、はい、何を伝えたいか、まず一旦、ね、こんなところ、とりあえず伝えたいことは、はいはいはい、この辺を、あの、刺されたらどうすればいいかとかは、うん、ああ、いいですね、はいはい、あ、刺されたらどうすればいいのかみたいなのを歌にするっていうのはどうですか。ちょっと絶対俺後で編集の人に言うから。あとこのまま動画送るから大丈夫だ。逆に恥ずかしいってそれは。ねえ、何ですか。絶対今のまで込みで絶対流れるから。逆に恥ずかしい。絶対流れるって何ですか。絶対流れるから今のまで込みでそれを言うことによって刺されたら。あとはそうだ。ただまあ歌の尺だとね、あの限界があるから。そうそう、なんか、なんだったらもうこれ一個ずつでも一個ずつ作るっていう。何曲作るんだよ。いやいやいや、何曲でも作りますよこれは。あ、あとはあれかな、あの、そんなロード的なことある。いや、ありますあります。10章ぐらいまで作りますよこれ。マジか。ざっと俺の見た感じでは刺す時のルールちょっといらないんじゃないか説は俺の中では浮上してますけど。ええー、なんでですか。なんかちょっと深いなと思って。先のことかな。ここら辺とかここら辺は、なんだろう、みんなバーってすぐ知りたいことぐらいの感じだけど。
あマニアックというか、はあはあ、知りたいですもんね、初心者、最悪みたいな、ね、入門編ここで、ここも中級者の領域に入ってるかなってちょっと思いますね。なるほど、うん、なるほどね。中だけ書くとまたこの中から繋がってくる。誰がチン丸沢なの。気に入ってんだそれ。チン丸沢じゃねえと思うけどな。なんかチンは苗字でしょ、だってチン丸じゃない言うとしたら。いやどうでもいいんだけどそんなところ。チン丸はまずいってね。チン丸はまずいってあるから分かんない。でこれがあの外来の最近入ってきたスズメバチですね。ツマアカスズメバチ、うん、ツママヤ、ツママヤ文明ですね。よく怒んでる、はい、ツママヤ文明がねありまして。そうなんですよ。ここからね、あの日本各地にこの文明が広がるって言われてますね。そうなんですよ。もうちょっと見てよ。こうなったら具体的にね、さあ、ね、スズメバチに近づかない。以上。お、以上でございます。以上でございます。はい、だから。わかりました、はい。じゃあ、最初、スズメバチに近づかなければ刺されないよう、うんうん、そのためにはスズメバチのことを知っていこう、はいはいはい、いう、でももし刺されたら、みたいな構成ですかねっていう、すごいざっくりです。なるほど、なるほど。と思いました。はあ、はあ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 。ってことを踏まえて、はあ、歌詞を、まあ、ワードを単語とかだけでもいいですけど、うんうん、並べてっていう。最後ですね、次は。どこに書いてある。そうですね。ちょっと一回写真撮ろうかな、これ。ああ、なるほど。はい、一旦これを消すってことですか。はい。悲しいよ。せっかく映像にも写真にも残ってるから、せっかく書いた子供たちが消されて悲しいな。よし、はい、ここのね、ホワイトボードの字を消してるところもたっぷり流してる。ここ流すんじゃねえよ。見てください、消してますよ今。やだやだ、彼が消してますよ。やだやだ、こんな本邦初公開ですよ。消すところなんてちょっと恥ずかしいな。ちょっと順番だよな。うん、はい、あとはね、うん、鉢のね、そういう順番で出すから、はい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 、まあ、はい、今回はここまでで、ここまでなの。とりあえず一旦、おお、すげえもやもやする。すげえもやもやする。もう大体見えてる。あ、そうですか。というか、もやもやして続きを見てほしいです。あ、なるほど、はい、はい、ということで、はい、今回はここまででございます。また来週。来週かは分からんけども、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。